石丸容疑者が出てきました。うつむいた状態で車に乗り込む男。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕送検された福岡県大野城市の無職、石丸保容疑者72歳です。警察によりますと、石丸容疑者は去年12月25日から2週間以上にわたって40歳年下の福岡県内に住む32歳の女性に SNS 上で合わせて1107回のメッセージを送った疑いが持たれています。1日に平均すると送ったメッセージの数は実に65回。その内容はというと、抱きしめたい、キスしたい。捜査関係者によりますと、女性の SNS アカウントを知った石丸容疑者は一方的に抱きしめたい、キスしたいのほか、おはよう、僕は〇〇してるよ、何してるのなどというような文言のほか、日常的な写真を送りつけていたといいます。時には1分間に何度もメッセージを送ることもあったといいます。石丸容疑者は数年前から女性が勤務する店に訪れていた客でしたが、一方的に女性が自分に好意があると思い込み犯行に及んだということです。女性が自分に好意を抱いていると思い込んだという石丸容疑者。女性からの返信が来ない場合は、メッセージの返信が来ないのは相手が送りたいけど送れないんだなどと都合よく解釈して、さらに大量のメッセージを送り続けたということです。警察は去年6月、女性からの被害相談を受けて石丸容疑者に対しストーカー規制法に基づく禁止命令を出していました。調べに対し石丸容疑者は間違いありませんと容疑を認めています。